人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今日4月29日から、ゴールデンウィークが始まりました。しかしながら、昨日、新型コロナウイルスの新たな感染者の数が東京都では3ヶ月ぶりに900人台となる925名、大阪ではなんと1260人の感染者がいたということが発表されました。去年に引き続いて何とも残念な、ゴールデンウィークが始まったわけですね。小池都知事は、1都3県ステイホーム、エンジョイホームと言っていますけども、なかなかエンジョイホームというのもですね、難しいものがあると思います。そんな中、経団連が4月26日に新型コロナウイルスワクチンの接種歴をデジタル情報などで証明するワクチンパスポートの検討を政府に要望しました。世界的に出入国管理や水際対策などでワクチンの接種証明を利用検討する動きが広がっている中、早期導入を実現して海外ビジネスの往来の、円滑化につなげたいという考えの話ですね。先日、私が動画の中で申し上げたように、アメリカではテキサス州はじめ共和党が知事を務める州、例えばフロリダ州であるとかユタ州、アイダホ州、アリゾナ州、こういった州ではこのワクチンパスポートが禁止ということが州の行政命令で出ています。結局このワクチンというのは、強制的なものではないので、それをですね、この証明書を持って、この施設に入れたり入れなかったりというのは、これは差別につながるということで、反対しています。アメリカのワクチンの接種状況はどうかというと、バイデン政権発足して、4月16日で100日になったんですけども、当初目標としていた2億回分の新型コロナウイルスワクチンの接種、これは達成されました。今現在、16歳以上の、アメリカ国民はワクチンを受けることができるんですけども、約 51% の人が少なくとも、1回はワクチンの接種を受けているそうです。しかしながら、日本でも騒がれている新型コロナウイルスの変異株、英国由来ですね、この N501Y がアメリカでもかなり広がってまして、ミシガン州とかペンシルベニア州では入院患者が患者の数が急増しています。傾向としては、高齢者の重症化は減っているんですけども、60歳以下の、若い世代の患者が増えています。ワクチンに関してはこの、共和党と、民主党の支持者で、考え方が、ちょっと大きく違いましてね、民主党の支持者は 83%はワクチンを、すでに接種しているか、接種を受ける予定であるということです。これに対して、共和党の支持者は、56% にとどまってるんですよね。共和党の支持者はこのやっぱ大きな政府が行っている、今回のこのワクチンについて、やっぱこの疑惑を持っているんですよね。不信感を持っているために、なかなか受けないという人が多いみたいです。それに加えて、マイノリティの人たちとかですね、低所得者の人たちが、例えば
ワクチンの申し込みができなかったりとか、まあ、言葉の問題もありますし、まあ、インターネットとかの環境、あるいは電話線がつながないとかですね、まあ、あと物理的にそのワクチンの接種会場に行けないとか、まあ、いうことで、まあ、受けたくても受けられない人も結構いるわけです でして、まあ、それに対しては、まあ、各行政、まあ、いろいろと考えて、まあ、手を打っていることとなっています。まあ、しかしながらこのワクチンパスポート、まあ、アメリカでもですね、まあ、航空会社とか、クルーズ船が今まあこうどんどん開発を進めてまして、そのうち、まあ、この証明がないと飛行機に乗れないとか、まあ、なる時代が、まあ、来る嫌な予感がします。まあ、ヨーロッパでは、まあ、EU ではですね、この夏をめどに、まあ、デジタルグリーンパスということで、まあ、ヨーロッパの、27カ国の住民が、まあ、その加盟国の中をね、こう往来する時にまあ利用できる、パスポートの準備が進んでいます。タイでも海外渡航向けのこのワクチン接種証明書ですね、まあ、これの発行が始まっています。まあ、いち早くイスラエルでは、グリーンパスポートという形で、パスポートが出されて、まあ、劇場とかプールに入る際にはそれを見せるという形になっています。まあ、なんともですね、このワクチンを受けてない私にとっては、まあ、嫌な世の中になってきたなという感じがしている今日この頃です。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。